申し込む。七は気づかめる運動的作る名護の若者の選択。4日に投開票される沖縄県名護市長選。地元の高校の1学年違いで今回初めて選挙に関わり、別々の候補を応援する2人の大学生がいる。米軍普天間飛行場を移す先として名護市辺野古西へが浮上して20年余り。物心つく前からの歴史の重みを感じながらふるさとを思い行動している。フェイクに踊らされたのは自分。3日、沖縄国際大規模乱死4年の具志堅秀明さん24は名護市内をめぐって現職の稲峰新氏72への支援を呼びかけた。大好きな米国文化に憧れ、米軍基地内にあるバーでアルバイトをした。同世代の米兵は学費を稼ぐために軍隊にいると明かした。心に傷を負い、食べては嘔吐嘔吐を繰り返す米兵も見た。基地への疑問が膨らんだ。普天間飛行場は昔、田んぼの中にあった。反対派は偽装県民、ダッシュダッシュ。ネットで飛び交う情報を普通に信じていた。だが大学でそれが事実ではないという教員に出会った。論破してやろうと調べると自分の肩がフェイクに踊らされていたと分かった。大学の図書館で働く人は2004年の大学への米軍ヘリ墜落後、今も日陰に身がすくむと言った。基地問題に関心を持つようになり、同世代が基地について考えるイベントを開くと聞き、15年1月、初めて移設計画への反対運動が続く辺野古西へに足を運んだ。それから3年。基地が地域に分断をもたらしている実態を知った。基地や原発の地元を旅で巡ると対立の構図が各地にあった。国策に振り回された地域でこそできることは何か。考えて出した答えは自立。今、自給自足を目指す小さなコミュニティ作りに挑戦している。市民が街づくりを支える分、基地問題は市長に託したい。どちらが勝っても分断はすぐには終わらない。ただ基地が作られれば傷は深まる。そう感じている。ふるさとを好きじゃないと。名護市4年の新垣飛行第323は3日、新顔の戸口、戸口、武豊56の応援に奔走した。東京の大学に1年間国内留学した。辺野古西へについて次々と尋ねられ、上辺だけの説明しかできなかった。一方で沖縄が好きでも基地問題から目を背けたり、沖縄戦の慰霊の日も知らなかったりする同世代にショックを受けた。在学中、同じ高校の一つ年上の具志堅さんと友人の紹介で知り合った。名護に戻り、15年2月に具志堅さんの誘いで初めて辺野古西へ。警官と市民が衝突する怖い場所のイメージとは違った。反対運動に集まる県内外の人たちから沖縄の現状や歴史を学ばせてもらった。基地があることが当たり前ではないと知った。ただ、君は賛成なのか反対なのかと迫ってくる人がいた。地域住民に対して威圧的な態度を取る人もいた。敵を作るような姿勢は誰のための運動なのかと疑問を抱き、足が遠のいた。大学で観光を学び、名護の将来像を模索してきた。
県外出身者には名護は何もないねと言われ、地元を離れていく同世代も多い。基地問題を考えていくにも、ふるさとのことが好きじゃなければ始まらない。市長になる人は今は町の発展に力を使ってほしい。反対運動への中傷には一度現場を見てほしいと言いたい。移設反対の思いは変わっていない。それでも今のままでは前に進めないと戸口氏の応援を決めた。名護が受け入れれば天間がなくなる。一つ一つ問題を解決し、時間がかかっても基地を減らしていってほしい。これ以上対立が深まってほしくない。